真しっかり見てました。見ててもやはりだからストロークショットは打たなくてもよかったんじゃないかなと。そうですね、しかし、はい、さあどうしますかね。ヒンギス粘って粘って今取られましたから、この欲しいポイント中断です。本当にキレがないヒンギス、あ2度目のジュースになりました。いやリードしてますけどね、よく耐えたで落としてファイナルに入ってるわけです。ダブルフォールとは6本目、やはりプレッシャーがかかる、勝ちたい、はい、自分のナンバーワンにですね、そういうところがやっぱりヒンギスもね、はい、やはり僕はセカンドセット悪い時に言ったのはキレがないって言いましたよね、ええ。